というか僕来たんですよ。ということです。来させていただきました、ね。ということでございます。あのこの店内がまさにシールズでございますが、はいはい、急にあの出かけようみたいな話になりましてですね。なるほど。地方ホスト活性化ということで、なるほど。この岡山の顔をですね、がっつり迫っていきたいなということでございます。ちょっと何点か。質問を考えてきております。これマジで、マジですね。ね、マジなの。マジなやつ。教えてもらってないんで。はい。いわゆるどぎついご質問もあるのかなとは思うんですけど。わー怖い。わー怖い。ストレートに答えていっていただけたらなと。このシールズの特徴をちょっと教えていただきたいなと思っております。なるほど。シールズの特徴、ね、その岡山のホストとか、まあ関係ないホストクラブイコール飲み屋っていう、その岡山って特にそのイメージが強いんですよ、かなり。そうですよね。っていう飲み屋っていうイメージよりも、ちょっとシールズはエンターテインメントっていうジャンル。多分岡山で多分一番内装綺麗ですよね。内装はね、本当に、はい、まあ、しっかりお金をかけて。まあ、出したら僕じゃないですか。俺かけていただいて。はい。まずは、過去、最高の月収を聞きたいなと。最高月収。最高月収。なるほど。かなりいやらしいんで。ちょうどね、まあこれ、はい、まあ、はい、約1000万円。なっちゃいますよね。ね、なっちゃいます、ね。はい。ちょっとリアクションしてもらっていいですか、はい、なんか嫌なやつになってる、多分。そうなんですよ。これ僕、むちゃくちゃ聞いてたんですけど、はい、いろいろ各県に点々とこう遊びに行った時に、1000万円ぐらい稼いでるホストさんもいるんですよっていう話をしたら、全員満場一致疑いの目を持ってる。なんで、なるほど。僕はすごいいいものを見つけて、はい、トロさんのツイッターから1000万円のタワー見つけたんで、あ、なるほど。それちょっとここに載せさせてもらって。あ、全然。これ、証明です。次のところに出てくるんですけど、それ使い道ってどう使われたんですか？やっぱり、車買っちゃったり、時計買っちゃったりとか。その時はまだ僕いましたよ。あ、そうですね。いい意味で自己投資ってね、ホスト必要だと思う。とんでもないでしたね、確か車の額とかも。うわ、多分21歳になってすぐ。21歳で1000万円ね、ちょっとリアクションしてもらっていいですか。21歳で1000万持ってるのもすごいんですけど、1000万使えるってのがすごいです。絶対もう当時何も考えてないから、もうやっちゃおうやっちゃおうみたいな感じで。ズバリ戦術俺の営業スタイルっていうのは、まあ、はっきり言えば、こう、ちょっと宗教的な営業になっちゃうんじゃないのかなと思いますね。千住教ですよね、そうですね。昔から変わらず。変わらず。それ、ちなみにどうやって宗教まで陥れるんですか？陥れるから、言い方がなんかちょっと聞こえない。でも、例えば、全部、例えば、通過点って、いろんな手段があるとは思うんですけど、例えば、じゃあ、色恋であったりとか、まあ、変な話、言うことを聞いてもらうであったりとか、力お金を使ってもらうとか、まあ、こっちの、わがままに付き合ってもらうとかっていうところにあたって、まあ、色恋が一番、まあ、オーソドックスだし、かつ、やっぱ彼氏は強いんで。ファンですよね、限りなく。そうです。あくまでも、そのホストっていう男よりは、まあ、ホストでいたいんで。そうですね。だから、すごい面白いのが、お客様で、こういうポスターの写真とかをダウンロードして持ってる人がいたんですよ、一人。だあと、もう本当に、千住教というよりも千住ファンクラブみたいな、もう本当にこうツイッターからファンブログ毎日見てるみたいな人は多いっすよね。ああ、いや、もうありがたい、ありがたいですね。これはちょっと、だいぶ個人的に聞いてみたかったんですけど、なるほど。ホストとしてこう絶対にこれ持っておかなければいけない こだわりみたいなもの、千住通る理由に言うとどこなんでしょうということを、まあ、一生懸命っていうところじゃないですか、何においても。やっぱ一生懸命、この前も、それこそ甲子園を見て、感動して、一生懸命頑張ってるやつってこんなかっこいいんだなと思って、ね、何においてもやっぱ一生懸命さで、いや俺本気で売り上げたいとか、売れっ子ホストになりたいとか、なんかこうビジョン追いかけるっていうにあたって、全力でやるべきなんじゃないのかなと、それぞれやっぱ個性があるから。僕ここに以前一緒に働かせてもらっている時あったじゃないですか。ね、あの時すごい思ったのが、商品自体はいろいろ、お酒であったり男の子だったりするんですけど、やっぱ爆発的にお金を使うお客様が多くて、あ、その爆発的なお客様使ってる様子見た時に、あ、こういう人は多分男を売ってるとか、その商品を売ってるよりも多分感動を売ってるっていうのがかなり強いんだろうなっていうのがあって、あ、なんですよね、勝負とかバチバチにやってたんですよ。ずっと当時は多分知ってる人もいると思うんですけど、感動をね、共有するって本当に大切だと思う、うん、感動とか、むしろ逆にその辛いなんか悔しいとかっていうのも、そのお客さんとホストが共有できるって一番
ベストな関係なんじゃないのかなとは。間違いないです。ちょっと気になったところがございまして、はい、千住さんといえば、はい、やっぱりあのブログやツイッターで、はい、あの本当に素晴らしい文才を持ってる方なんですけども、その文章の中でですね、何点かあのトワイロ TV のメンバーで、はいはい、これ面白い文章書いてるなってところをピックアップしたんで。本当ですか。はい、嬉しい。あのちょっと一緒に見てもらいながら、8月の9日に上げてる記事でございます。ほうほうほう。はい。優先順位で後回しにされるなら、買う側と売る側の双方に選択肢があることを改めて理解してもらいたい。はい、はい。ボタン一つで終わる時代です。っていうこういう、まあ、文章を書いてるんですけど、はいはいはい。書きましたね。はい。これ、なんかすごい深いなと思って、はい、はい。どういった意図なんだろうっていうのをちょっとお聞きしたいな。これは、はい。まあ、もちろん、お客様も、やっぱ買う側っていう、まあ、表現してますけど、お客様も、例えばじゃあどのホストにしようとか、どうしよう、まあ、行くのはやっぱ義務ではないんで、うん、選択肢っていうものは持ってる。ただ僕らも売る側にも、それを選ぶ権利はあるんだよっていう。なるほどですね。やっぱ後回しにされるならやっぱこっちもそれでもそれでもっていう感じにはちょっと僕はなれない。うわ、もうすごい、これ代弁してくれてるんですよね本当に多いですからね、やっぱり、ね、殿様商売の逆で、やっぱりお客様絶対主義っていうのをお客様自体が思っちゃってるっていうような。そう、それをね、やっぱこう、出されちゃうと、こっちもやっぱ、そうですね。ってなっちゃうんで。これすごい深いなと思って、去年ですね、ちょうど1年前の記事になります。8月の1日、去年の、2016年でございます。商品棚の後ろに隠れてても、お客様は一番前にあるものから手に取られていく。はいはいはい、もちろんホストも店舗単位や個人的にも同様、一番前に。8月もシールズよろしくねっていうこう記事が上がってるんですけど、はいはい、これはどういう意味合いで。もう本当そのままで、うん、まあ陳列棚の後ろ側をわざわざ取ることってないと思うんで、まあ、一番目立ってる一番前にいる商品を取っていくって、うん、まあこれはホストじゃなくて、例えばじゃあコンビニとかスーパーでもそうだと思うんですけど、っていうのをホストもやっぱり後ろに隠れてないで、無名が一番恥だと思ってるんで、うん、名前を売ってどんどん前々出て、でちょっとシールズを選んでいただけるその可能性を少しでも増やすために、なるほど、ちょっと目立っていこうぜっていう。僕が部下の頃にこの内容で、あ、俺言われたことあるわっていうのがあったんですけどもうとにかくビジュアルやこう意識、服装や髪型っていうところにも細部までこだわってる方で、僕一回びっくりしたのが、焼肉かなんかで一緒にご一緒させてもらった時にバチバチのなんかかっこいいジャケット羽織ってきたんですよ海に行く時もジャケット羽織ってて、こいつは一体プライベートどこにあるんだと思って。いや、見られる仕事なんで、ちょっとこう汚い格好でコンビニ行ってたまたまじゃあお客さんいて、でちょっとがっかりされるぐらいだったらちゃんと24時間決めとこうかな最後の質問ちょっといいですか。今後の野望、そしてシールズとしての展開をちょっとこう聞かせていただきたいなっていう。はいはいはい、なるほど。こう野望っていうのは個人としての個人としての野望、そしてあとお店の野望も聞かせていただけたら、はい、もちろんこの岡山厳しい競争率にどんどんなっていくと思うんですよね、今後。そうです、もちろんそうなってその中でやっぱりこうシリーズが飛び抜けるために考える展開ということ。でも最終的にはやっぱりこの岡山って言われる、うん、やっぱりどこまで行ってもやっぱ言われるところあると思うんで。そうですよね。まあシールズっていうのはそのグループ同士でもちょっと県外で進出をマジっすかしていきたいなと。会えますよちなみにそれは言える範囲でいいんで、はい、何地方が一番自分の中でこうっていうのはありますか。いやね、僕は例えばじゃあうちのねオーナーがじゃあ関西に出したい、うん、僕も関西でホストやってみたいなとか勝負したいなとかもやっぱり本当ですか思うことあったんで、ね、はぁ、ちょっとねちょっと意外っすね。20代のうちには。あ、20代、これがあと3年過ぎたらちょっともう、うん、あ、僕いいですってなるんですえ、でもすごいです。え、関西が今一番有力候補。いや、もうもしじゃあ進出してってなるんだったら、うん、関西でちょっと勝負をしたいなとはありますね。なるほどですね。今回は千住徹突撃インタビューということで、はい、もうむちゃくちゃ緊張しました。いやいや、緊張しました。ありがとうございます、本当に。ということで、それではバイバイ。